イカキング始まるよ。12月28日に行きましたが、すでに休業に入っていて店内には出ていません。また今度時間があるときにお伺いさせていただきます。令和6年能登半島沖地震が発生いたしました。震災の影響はなかったか心配です。スクモ湾にある道の駅、記念撮影をしています。マスコミなどでも批判殺到だが、今では経済効果6億円の新名所になったスクモール、これからも頑張っていただきたい。マスゴミの批判など振り払って、地域のために、道の駅発展のため、地域のために頑張っていただきたい。ヒカキングと記念撮影。頑張ろう石川県。エンド。